1964年10月10日より開かれる第18回オリンピック東京大会は開催まであとわずか50日に迫った。開会式、閉会式をはじめ競技の行われる国立競技場の工事も完成に近づいた。代々木の屋内総合競技場、その他の競技場も新設され、大会の幕開きを待つばかりになった。東京の交通麻痺を打開するため、オリンピックの開催を目指して建設されていた高速道路もほぼ出来上がった。日通の土木技術が参加して作られた羽田国際空港と浜松町を約15分間で結ぶモノレールは10月1日開通。一方、オリンピック大会全般にわたる輸送の重い責任を担った私たち日通は、万全の輸送体制を整えるために社内にオリンピック実行委員会を設け、全社を挙げて任務の完遂を誓った。輸送の仕事は聖火リレーのトーチなどをコースにあたる各国に送ることから始まった。横浜、羽田などの受け入れ現場もいつでも動ける体制ができた。輸送の生死が世紀の祭典の成功に大きく関係する。私たちはオリンピックを運ぶのだという決意を固めた。8月下旬から開会式前日まで、ヨット、カヌー、ボートなどたくさんの競技用機材は各国から横浜に続々到着した。
街にも次第にオリンピックのムードが高まった。横浜に到着したボートは101隻、カヌー110隻、ヨット81隻。私たちは陸揚げした機材を保税倉庫に一時保管し、オリンピック組織委員会の指示によって次々と各競技場へ輸送した。長さ22メートルに及ぶものがある。そのためにトレーラートラックを使った。長尺ものの輸送は昼間交通制限されているので、もっぱら真夜中に行われた。私たちは横浜を午前2時ごろ出発。トラックを連ね、安全のため平均時速約20キロで埼玉県の戸田ボートレース場に向かった。もし事故があってボートが毀損すれば、そのボートの国の選手たちは競技に参加できなくなるかもしれない。私たちは国を代表して参加した選手の顔を思い浮かべながら輸送した。ボートを積んだトラックはいつも空の白む頃、戸田ボートレース場に到着した。私たちの長い緊張が解ける瞬間である。9月下旬になると、各国選手団は専用機で、また定期便で昼夜の別なく到着した。私たちの仕事も通関、荷物の整理、輸送と昼夜の別なく続いた。私たちは性別、国籍別、輸送先別に色分けされた携帯品や貨物の荷札をあらかじめ各国に送っておいた。そのために作業は能率的にはかどった。
競技用自転車などはほとんど空路で到着した。羽田や横浜から通関手続きを終えた選手や役員の荷物を、私たちは代々木選手村をはじめ、八王子、相模湖、軽井沢、大磯などの各選手村分村や役員の宿舎へ迅速確実に輸送した。その件数は約2万に及んだ。次々到着する各国のヨットを大型のトラックに積み、江ノ島に新しく作られたヨットハーバーに輸送した。カイロ送られてきた競技用の馬は、主として横浜港に到着した。横浜港に到着した数は31頭。他に名古屋港の5頭、神戸港の4頭があった。だが、馬のほとんどは羽田に到着した。羽田で扱った馬の数は104頭で、到着した馬は通関手続き、検疫手続きをし、専用車で各競技場に輸送した。戸田ボートレース場では、各国選手団の到着とともに、選手・税管理立ち会いで梱包が解かれた。無事に到着したボートに対面する選手たちの顔に、喜びと来るべき競技へのファイトが伺われた。それは、私たちの輸送がつつがなく終わった証であった。私たちの喜びでもあった。
カヌーは競技場のある相模湖へ輸送された。その数は123隻。オリンピックの開催は日に日に迫った。選手たちは東から西から南から北から到着した。カヌーの開墾は次々と税関理選手立ち会いで行われた。通関業務は私たち輸送担当者の重要な作業の一つである。大会が迫るにつれて、馬はあるいは横浜港に。あるいは空路羽田に各国から相次いで到着した。これらの馬は東京都内にある馬事公園へ。
また軽井沢の競技場へ馬室専用車で輸送された。オリンピック輸送の連絡通信には日通本社と世界を結ぶテレタイプが活躍した。各国の選手たちはほとんど到着。江ノ島のヨットハーバーでは戦いを前にヨットの点検や整備に忙しい。常駐した日通のトラッククレーンはヨットの着水、水揚げ、移動などに絶えず働いた。マラソンや競歩の練習日には交通制限をするために私たちはセーフティーコーンを道路に置いていく作業をした。大会を数日に控えて選手たちは練習に励む。選手村のフィールド、ギリシャから26,000キロ、受け継がれ走り継がれて50日、聖火は開会式の前日東京に入った。10月10日、第18回オリンピック東京大会の開会式の日。その朝、私たち輸送班は
東京都、千葉、埼玉、神奈川の各県19の方面から式典に放つ鳩1万羽を集めながら国立競技場に向かった。午前11時、鳩を積んだトラックは各方面から会場に到着。午後1時半、75,000の観衆の拍手の中に式は始まった。オリンピック旗掲揚、参加94カ国、参加選手5598名、史上最大のオリンピック祭典が開かれた。聖火入場。11日より24日まで、各国選手の熱戦は20種目にわたる競技の中に繰り広げられた。諸外国に連日の熱戦の模様を伝える録音テープ、映画フィルム、ビデオテープなどの一刻を争う報道資材輸送は、輸送班の大会中の重要な仕事の一つであった。 NHK 放送センターとプレスセンターから羽田空港へ、昼夜休みなくトラックとオートバイによって輸送を続けた。
私たちはマラソンや競歩、自転車のロードレースのため、交通標識、立て看板、ロープ、柵、木馬などを競技コース全域に設置し、競技が終わると撤去する作業を行った。マラソンの前日、交通標識の最後の設置作業。10月24日午後5時、閉会式。いっぱい戦った。15日間燃え続けた聖火は静かに消えていった。全力を尽くした後の心よい解放感、喜びの瞬間。68年にメキシコでまた会おう。若者たちの別れは未来への行進の瞬間でもある。数々の感動的な思い出を残して、第18回オリンピック東京大会は終わった。迎えた者を送り、帰
来たものを返す私たちの仕事は、11月5日、オリンピック組織委員会の輸送本部が解散される日まで続いた。2年にわたった私たちのオリンピック輸送の仕事は苦労に満ちていた。だが輝かしい大会の成功の中に、私たちは自分の仕事を滞りなく果たした喜びと、東京オリンピックを運んだという誇りを強く感じるのである。